フラグ。それは人生や歴史において様々な分岐線の引き金となる概念。これはそんなフラグを操作する力を持った畑竹壮太という少年の物語。ってシリアスはここまでなのじゃ。それでいいのか、ナナミ。構わぬ。なんだかんだ言うてもこれは基本的に壮太が美少女たちにひたすら甘やかされまくるアニメじゃからな。身も蓋もなさすぎる。彼女がフラグを折られたら放送開始のフラグが立った。